CV 部転生ガチャ第1回次元爆弾暗いここはあれ俺もしかして転生した？ええ来たじゃん勝ち組じゃん最高に楽しい転生ライフをお願いしますそう俺は次元爆弾それも青線と赤線のついたどっちか切れば爆発しないってやつだ全く因果なもんだ俺の死のカウントはすでに始まっちまってるおっとこの手は爆弾処理班か俺が爆発するかしないかお前次第というわけだないいねお前に人生を預けようじゃないか Hey you, what's your name? と言ってみたもののお前に声は届かないかだって俺は無機物だからなおっとその手つき新人かまだ坊やじゃないかかわいそうに俺を作った爆弾魔牛だ通称カウボーイに目をつけられたのが運の尽きだったな坊や 50-50 で人生が終わる 50-50 で助かるってことでもある青か赤かいいかこういうのはおのずとどこかにヒントがあるもんだ残り40秒ほら考えるんだ脳みそをフル回転してシナプスをつなげ海馬に乗って走れどこかにヒントがあるんだすまんが答えを教えることはできんだって俺は喋れないからな今のは無機物ジョークだ青か赤か坊やこういう時は成功した時をイメージしてみろよく怪しいセミナーであるだろう成功をイメージしろヒーローお前はヒーローになるぞ飲み会で俺実は爆弾止めたことがあるんですよって言った時をイメージだ最強のエピソードトークだぞ合コンで俺実は爆弾止めたんだよねって言った時をイメージしろ相手の女子大生はお前とインスタを撮りたがるぞ結婚の相談を相手の親にするとき娘さんを一生守ります俺爆弾を止めたことがありますからって言ったら相手の親は君なら任せられるなと言うぞやっと震えが落ち着いてきたようだなよっしゃ青だ大丈夫だきっと大丈夫だおっと仲間からの電話かさてあとはお前がどうするかだなあ坊や本当にいいのか仲間からの声を鵜呑みにして考えろ今がお前の人生のピークだぞ裏を読んだんだなわかるぜもうその赤を切っちまえ裏の裏か一周回って仲間の声を信じたってことだな大抵のカードゲームは裏の裏が正解だ裏の裏の裏もう見せてくれるじゃねえかお前は勝ちか仲間の声をやっぱり信じない自分を裏の裏の裏だっかこの野郎お前は神エンターテイナー気づいたかそう爆弾魔カウボーイ奴の名前にヒントがあったんだ奴の名前は牛だ。さらに福島県出身。おのずと答えが出てきたんじゃないか。よくやったな。そう、実はヒントはちゃんとあったんだ。それも犯人の名前にな。犯人の名前は牛だ。奴は自分の名前になぞらえて正解の色を決めていた。牛。かつ福島の名産といえば赤べこ。そう、答えは赤だったんだ。おめでとう、思いきや。